なぜお前たちがこんな目に。008、必ず助けてやるぞ。008は大丈夫じゃ。よかった。さすがだな、博士。お腹空いたんじゃないですか。すぐ何か。008。008。僕の体。008の表面組織はほとんど再生不可能だったんじゃ。だがその代わりに前から研究していた最高のコーティング剤を使った。この鱗は水の抵抗を最小にするものじゃ。水中で008の動きに追いつけるものはおるまい。強度においても以前のものより5倍は向上しておる。それはすなわち008の強さが5倍に。博士、やめてくれ博士。008、この体。008。博士、どうして008はあんな風に。彼を助けるためじゃ。それに前より強く。だからってよ、あれじゃまるで人間に見えねえ。しかし、あの体が素晴らしいと思えるのは博士が科学者の目でしか私たちを見ていないから。私はただ私は間違っているんじゃろうか。強くしたかったんじゃよ、008を。いや、君たち全員をもっと強くしたい。博士。009、君が許すなら今すぐにでも君を強化してみせる。もっと強く、強くじゃ。ブラックゴーストなどに命を脅かされることのない鋼のような体に。科学者である私ができることはそれだけなんじゃ。博士、よう。はあ。今度の戦いはかなり厳しくなるぜ、俺の勘だが。ああ。ブラックゴーストは潰さなきゃならねえ。戦えるのは俺たちだけだ。分かってるよ。ギルモア博士が僕の体を強化したのも。博士の気持ちは二の次だ。もし強化するかしないか選べるとしたら、お前ならどっちを選んだ。自分の気持ち一つだよ。どうせこんな体になったんなら犬死にしない道を選びたいね、俺は。008、さっきは助かったぜ。008。あ、私はご心配かけました。
博士、素晴らしい体をありがとうございました。008、博士、私たち本当は分かってるんです。分かってますから。お前たち博士、お前たちが戦わずに済むなら